い、どうも皆さんこんにちは、トミエと申します。とね、前回ね、写真立てがですね、くねくね先輩になってしまうというハプニングが発生してね、コメントで皆さんからね、設定直せるよってことを伺ってたんですけど、まああれかな、日頃お世話になってる、ね、埼玉のモゾとシタラーズの皆さんへのね、敬意を込めてあえてこのままにね、しておこうかなと思います。じゃあ今日も早速元気に GS3 実況プレイやっていきたいと思います。で、まずパラ上げなんですけど、今週は恋愛がにっこり。じゃあちょっとね、まだ魅力がね、もうちょっと頑張りたいんで、じゃあ、どんどんねおしゃれしていこう、よし、上がってお？あ、電話誰？もしもし、俺だ。あ、こーちゃん、もしかして何？デートの誘い？今度の日曜だけどよ。うん。お前、借りれねえかと思ってよ。あー。あのね、残り休み3回あるんだよね、8月。で、まあ、1回は電話で使って、1回デート本番だから、今のまんまだと、遊園地のナイトパレードのには行けないんだよね。うん。だからな、今回これでこうちゃんがね、海水浴か遊園地誘ってくれたら、ね、両方とも行けるんだけど、ね、ちょっとお願い、今日は家じゃなくて海水浴か遊園地でお願い。どう？城見に行かねえか。玉尾さんと行ってください。どうしてもか。はい。謝んな。いや、じゃあまた今度な。謝ってません。あー、まあそうはね、うまくはいかないよね。残念。あ、ちょっとずいぶんブーブー多いね。はい、というわけで、じゃあね、散々断っといてなんなんですけど、こうちゃんを海水浴に誘いたいと思います。よいしょ。もしもし。ねえ、もしもし。ねえ、いつも誘いを断ってるおかまだけど。お前か。なんだ、どうしたよ。で、ねえ、来週か再来週なんだけど、あれだよね、フリマの日をなんか開けとくと、なんか、絶対誘われてもフリマになりそうだから、あえてフリマの日に誘ってみようかな、海水浴。ねえ、どうなんだろう、もう服もいっぱいあるからフリマはいいかなって思ってるんで。で、フリマの日に、じゃあ海水浴に行きませんか、どうでしょう。恋愛運が悪かった気がするけど、どうなんだろう。お、付き合うぜ。よし、ありがとう。これでね、まあ海水浴は分かった。うん。まあ落ち着け。どうして、喉の調子が悪くてできなかった、いつも通り。じゃあよ。うん。ごめんね、いつものね、ブヒができなくて。はい、ということで、じゃあそれまではね、またパラメータ上げなんですけど、今週は。勉強が超にっこり。じゃあね、勉強も上げてこっかな。そう、何気にね、やっぱりローズクイーンも目指したいんだよね。きつそうだけど、よし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 。おおおお、いい感じ。あ、でもあれだ、今日ね、どっかデートに誘ってくれたら嬉しかったんだけど、結局どこも誘われないまま今日になっちゃったから、じゃあどうしよう。まあじゃあパラ上げするか、デートまで。今週は恋愛が超にっこり。ああ、じゃあちょうどね、魅力上げれるからいいかな。120は行きたいね。上がって、よし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 、いい感じ。よしよしよし、あ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 れ。やばい、僕ストレス見るの珍しく忘れた。うわー、ちょっとやばいね、これ94って。
いや、まあいいや、とりあえずデートに行きますけど、ちょっとおっかないな。今日は海水浴だから、水着かな？あ、そうだ。これ、すくすいとこれ1個しかないんだ。じゃ、まあ、これを着て、で、スポーティーはちょっとまずいから、どうしよう、イヤリングとかピアスとかどうだろう。じゃあ、ハートのピアスはどう？じゃあ、もうウルトラビビったらこれでいいかな。じゃあ、これでいきたいと思います。ちゃんとおけけの処理したかしら。こうちゃん、まだ来てないみたい。あら、珍しい。走ってきてくれた。悪い。あ、ねえ、どうしたの？大丈夫？ね、あと、こうちゃん、私の顔みたいな、タンクトップ着てるんだけど。走ってね。いや、走ってたじゃん。ねえ、走ってたよ。あれは早歩きだ。まあ。いいから行くぞ。ねえ、もどうした？なんだよ。照れちゃって、かわいいね。なんだよ。何？いいじゃない。さあ、こうちゃんの裸が拝めるわん。着替えてくるか。遅れんなよ。はーい、じゃあね、気をつけて行ってきて。よそ見か。まただわ クリティカルなのに。まあ確かにね、この右の彼ね、ちょっといい男だから、ちょっとこっち見ちゃうんだけど、またでね。またね。さあ、急いで着替えなきゃ。あら、こうちゃんまだ着てないみたい。あら、私より時間かかってんの？てんてんてん。ちょっとちょっと。え？何？はて。もう何それ、ありえなくない？え？何この子？え？何この胸毛？そして自分に似てて嫌なんだけど。はあ、あんた誰？やだ、もうこの子ったら。え？その水着でしょうが。え？時代はトップレス。お姉さんはおみ。お姉さん？ 私？ すごい自分のキャラかぶって嫌なんだけど。ねえ、お姉さんってそんなのやめやめ。どうせふにゃふにゃした今時のメンズなんだから。いいから、いらっしゃい。ちょっと待って。待って待って待って。ねえ、待って。見て、この違和感のなさ。ねえ、ちょっと。おい、こら、あ、てめえナンパか？いや、ナンパなの、この人。ああ、ちょっと待って 大変なことに。ねえ、このおじさん、お姉さんが、っていうか、私なんですけど。お姉さんだ？お姉です。抱いて。ちょっと待って。もう、完全に私じゃん。ねえ、抱いて。ああ、こうちゃん、そんな怒らないで。ねえ。どうした？よしよしよ下し。がってろ。よしよおしよい、し。こら、ねえ。ちょっと待てって。我慢できないの？いいじゃない。バカ、やめろ。ねえ、見せつけてやろう、この私のドッペルゲンガーに。いけない、私ったらつい心の声が。で、完全に私じゃん、これ。何なの？成人式を二度済ませたこの私を一発で KO なんて、罪な男。危ない。今日は仕切り直しで。完全に私じゃん。まあ私はね、32歳なんで、そこまで年じゃないんですけど。何なの、このキャラ。新手のナンパが。ねえ。一人にしねえようにするからよ。お前も気ぃつけろ。っていうか、あれは私をナンパしてたの？あ、ねえ、あれ、こうちゃんナンパしてたんじゃない、あれ。おい、気味悪いこと言うな。あ、やだ、すごい現実的なこと言わないで。気味悪いとか言わないで。だってあれ、どう考えても私じゃん。びっくりした。で、どっから攻めるよ。ああ、乳首から頼みます。乳首からね。よそ見か。いや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 。てか、マジさっきのキャラ何？あ、ビーチに行こう。青の洞窟に行ってみない？と、ビーチでいいんだよね、確か。
そうそう、海水浴でビーチに行ってくださいって書いてあったから、じゃあちょっと青の洞窟も気になるけどビーチで。よし、うん、まずは人泳ぎかね。じゃあどうした、お手伝いで行こう。なんだ、おい、これ近すぎだ。むきゅーよ。まあいいけどよ。いいのね。さあ楽しみ。焼きそばも食ったし。焼きそば、ちょっと場所開けろ、うん、俺も焼くぞ。あれ、ポーちゃん何日焼けするの。え何これ、オイル塗ってくださるって、なんかすごいバブルブスだね。え、それ以上焼いたら、よう、僕男は色黒の方が好きだからいいと思うけど、ちょっとこれはシゲルブスだよね。オイル塗ってあげるよ。もうこれはブスっていうか痴女だよね。え、まず真ん中はないけど、これどうしたらいいの、塗るか塗られるか。でも正直まさぐりたいから塗ってあげたいけど、でもなんか塗る方だとなんか理性がなんかぶっ飛んじゃいそうだから、あれだっけ、すごい親密だとあえてなんかちょっと生意気なセリフ言うのも特別な会話が出るんだっけ。じゃあちょっと怖いけど塗ってもらう、オイル塗って、どう。お前は、お、昭和のプレイガールか。え、あの昭和のプレイガールって言葉を何、男子高校生は使うの。ちょっとこうちゃん、なんだ、おい、チキンだよバカ。何言ってんの、濡らす気はねえんだよ。ああ、ちょっと痛いじゃないね。え、良い感じだけどちゃんと濡らしてから入れて。いやー、なんかすごいデートだね今日。ああ、雷になったか。え、ちょっと待って、また降るの、なんか雨かなんか。え、あれ、前回もデートでなんか濡れたよね、なんかね。あ、来い、雨宿りだ。やだ、また濡れば。てんてんてん、あら、ジョージの最中かしら。お、しばらくやまねえなこりゃ。あら、あれ、これって青の洞窟もしかして。あの、てっきりね、ビーチパラソルとか海の家に行くと思ったんだけど。あら、うん、お、おおおおお、何、さばきのいかづち。うん、どうした、怖いのか。あ、なんか雷っていうか、あの、どっちかというとね、この洞窟の中で二人きりで、あの、自分の理性が飛びそうで怖いね。え、大丈夫そうか。うん、大丈夫じゃないけど。何このムード。おお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 、来い、くっついてろ。あら、いいの、うん、あら、やだー、わーっていうか、わあ、こうちゃんめっちゃいい体してんだけど。いやー、いい体だわ、荒さに負けてないわ。うるせえぞ。え、ごめん、ちょっとあの下品なこと言い過ぎた。え、怖え時はな、うん、大声出せ。え、そういうもんなの。大声、そうだ、うん、そうすれば強くなる。あ、そうなのね、そんなドヤ顔で言われても。う、うん、お、おう、おう、うるせえぞバカ。おお、おお、ほら行け。え、ほら行けって、え、私も言うの。うるせえぞ、腹渡食いすぎんぞお前。いいぞ。あ、いい感じ、とっとと失せろこら。おお、おい、一族根絶やしにすんぞお前。ふふ。おう、な、もう怖くねえだろ。今この世で自分が一番怖かったね。え、ありがとうこうちゃん。あ、うん、どうってことねえよ。いやー、うん、もう大好き、こうちゃん優しいね。ちょっと最初びっくりしたけど、いや、超面白いんだけどこのデート。しかしよ、うん、俺と出かけて楽しいのか。お前も物好きだな。ねえ、超楽しかった。どうした、なんだ、おい、これ近すぎだ。楽しかったにゃ。よく笑ったな、今日。お、
見てんだよって言われなかった。うん、よく笑った。今日はよ、うん、もう遅らせろ。うん、ほら来い。ね、ありがとう。いやー、海水浴デート楽しかった。ありがとう、送ってくれて。ねえ、言うほどのことじゃねえ。うん、じゃあな。ねえ、じゃあ最後はまたね、くっついとこうかな。うん、なんだ。おい、これ近すぎだ。次はよ、なんでもねえ、ネクストステージ進むかい。ねえ、楽しかった。ありがとう、海水浴に行ったらいいよってコメントしてくれた人。お、あ、ねえ、メールどう。あら、ちょっとセカンドオピニオンが必要な状態かしら、これ。ねえ、ちょっと心配なんですけど。いやー、楽しかった、よかった。ナイトパレードには行けなかったけど、すごいいい思い出になった。はい、というところでね、どうしよう、平日にあんまり休憩したくないんだけど、次の休みまで持ちこたえれるかな。うん、じゃあちょっとね、今週もあえて恋愛を上げてこう。恋愛じゃない、魅力上げてこう。で、100いかないで、オンブー。あ、電話誰って、もしかして。え、もしもし、俺だ、こうちゃん。あの、デートしたばっかりだと思うんだけど。今度の日曜だけどよ。うん。あ、お前、借りれねえかと思ってよ。だってもう、今度の日曜日、8月じゃないし、ちょっとあんた、ストレスで倒れちゃいそうなんだけど。もう、さすがに、今回は無理かな。うん。ごめん、こうちゃん、もう、多分倒れる。次の日曜日行ったら。ごめん。ストレスが。なんだ、そうか。なんかめっちゃ悲しそう。何かあったの？まあな。え？また連絡する。え、なんか、あ、切れちゃった。え、ごめん。でもほら、もう、ああ、もう死ぬ寸前だもん、ストレスが。ん？お昼も私、教室に戻ろっと。おやおや、何？違う。こうが先に見つかるから、警戒されたんだ。え、何の話？そうじゃねえって、うん、あの受け方よ、うん、なんつうかもう技だぞ。技のような受け方？どんな猫かしら。おう、じゃあやっぱりヒムロッチから習ったんだ。あ、黒板消し受けの極意を。ああ、何、大迫ちゃんにまたいたずらしようとしたのかな。なんだそりゃ。うん、ねえ、また悪だくみ？あ、富江。はいはい。ちょっとね、反省会。また何、いたずらしようとしたの？反省会？大迫ちゃんの頭に黒板消しを落とそうとしたんだけど。うん。あの野郎、見事にキャッチしやがった。あ、ヒムロッチのキャッチの仕方といえばこうじゃない、こうやって。ねえ。そんで、散々黒板消しで叩かれた。やだ、かわいい。こらー、ポン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 ってやったのかな。ねえ、かわいい、おさこちゃん。うるせえ、歳は関係ねえんだよ。ねえ、何やってんの二人とも。そういうこと、うん、名誉の問題なんだ。頑張ってねっていうのもおかしいけど、頑張ってね。あ、あっそ、早く行かないと始まっちゃうよって、なんか冷たいね、ちょっと。先行け、うん、俺らはこれから作戦会議だ。お、さようでございますか。そんじゃね。うん、悪い子たちだね。要するにさ、手が使えないようにしとけばいいんだ。あら、ねえ、高速なら得意だよ。まあな。うん。で、どうすんだ。あら、バカバカしいって、富江ちゃんも呆れてるけど。ねえ、バカバカしいってよりは可愛らしいけどね。あー、ストレス。あー、やばい。あ、98？ ん？さてと、帰ろうかな。あれ、あそこにいるのって、誰？お、ニーナくん。おやおや。どうしたの？おう、こんなとこまで。あ、ひょっとして俺に会いに来ちゃった？あ、そう、ちょっと仕事帰りに歌舞伎町に来ちゃった。うん、たまたま。うわ、バッサリ切られた。まあいいや。で、なんで？
ねえ、私もなんでここに来たんだろう。日誌を提出してきたの。お、あと何読んでるの。雑誌。そう、葉月系特集だったからつい買っちゃった、うん、で読みふけっちゃった。好きだね、葉月くんのこと。あれ、そういえば抱きしめていきてニーナくんとはデートしてなかったっけ。そうなんだ。うん、この人デザインのシルバーアクセめっちゃくちゃかっけんだよな。おー、シルバーデザインのアクセのデザインもしてたんだ。あ、この服いい。うん、ショッピングモールに入ってるショップじゃん。すっげー見て。なんか流行に敏感な子だね。なあ、ちょっと見に行かね。え、私とこれから。しかも勝手にうん構わないよって言ってるけど、まあうん、いいよ。その付き合いの良さ、さすが。お礼にハグを。ハグだけじゃ足りません。ねえ、あ、遠慮しなくていいって。んじゃあ準備して、うん、あんたのクラスに迎えに行く。はい、待ってて。あ、ねえ待ってる。で、本当に行くの、ショッピングモール。これ、え、まあデートに誘わないで行けんならいいけど。お、あら、本当に来たわ。どうって。あら、私着替えてんの。もうちょい、ごめん。あ、そうだよね、あのニーナくんが着替えてんだよね。長いよ、ニーナくん。だからごめんって。んよし、完璧。うん、お待たせ。どう、どんな服。どう、俺葉月系っぽくなれてる。まあ、確かに葉月くんもそういう服は着てたけどさ、私ね、これを見て真っ先に今ね、葉月くんじゃなくて、どこ行った、こっちが浮かんだんだよね。あれ、どこ行った。富江ちゃんの夏メロ集の中に入ってたような気がする。あった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 。真っ先にこの人が浮かびました。どうぞ。私はやっぱ TM レボリューションさんが浮かんだんですけど。うん、あれ、いまいち。てか、イナキよ。クとは同じでもニーナくん、彼とはそうタイプも違うしね。うん、そっか、うん、じゃあ別のに着替えるわ。あ、服の問題。あ、ちょっとニーナくん、すぐすぐだからさ。あー、どうすりゃそれっぽくなれっかな。多分ね、聞き取りにくい声でね、あーとかね、ボソボソ喋ってたら多分ハグヒ君に近づけると思う。うん、え、うん、えいって何、これ開けるの。いやー、ダメだって、マジもうちょいだから。ちょっと開けよう。ねえ、ニーナ君の尺玉を見てみますよ、みんなで。ねえ、あ、何このイベント、面白かったんだけど。電話、あら、ニーナくんから。はいはい、チーッス。はい、ニーナでーす。お、こんばんは。ねえ、なんかホストのなんか営業電話みたいだけど。こんばんは、どうしたの。うん、なんか妙にあんたの声が聞きたくなってさ。あら、この滑舌の悪い声が聞きたくなったの。あ、ねえ、じゃあもう今聞いたからもういいよね、おやすみ。ちょっと待って、まだ全然足りてねえから。あら、ストップ。あら、じゃあもっとエッチなトークする。てんてんてんて、エッチなトークしたの。そういうこともやってるんだ。まあね、うん、気になるんだったらあんたもどう。ねえ、何の話、どうしようかな。あ、うん、あ、そろそろ筋肉やばい感じ。いや、私は大丈夫だけど。あ、ニーナくんは切りたいの。なわけねえじゃん、何言っちゃってんの。やだ、かわいい。じゃあ続行で。オッケー。ねえ、もっとディープな、ねえ、フランス書院みたいなね、トークしよう。寝ちゃったらごめんね。そうしたら俺、あんたの寝息堪能しちゃうぜ。え、いいの？私の寝息って、みたいな感じだけどいいの？されたくなかったら、うん、ちゃんと起きてるように。あ、うん、絶対聞かせられないから絶対起きてます。ねえ、肝に銘じます。え、なんかいろんなこと起きるんだ今回。あー、でもストレスが、あー、大丈夫これ。ん？
まだ何か？何？あ、おおおお、キューティースリー勢揃い。ねえ、ミオカレンどうしたの？そう、一緒に帰ろう。あ、帰る。そうそう、三人でさ、どう？じゃあ三人揃ったらね、じゃあねえ、スタバ行こう。いい選択。うん。そうする。ねえ、行こう行こう。どうしよう、私何フラペチーノにしよう。さあどんなトークするんだろう、女子会。圧迫面接ですか。ねえミオカレン、怖いんだけど。それ何何何、どうしたバンビー。その姿勢やめて。あ、ねえ学校のこと聞こう。じゃあ学校のこと、二人は中学の頃から友達なんだよね。そうなの？うん、中学入ってちょっと経ってかな。ちょっと聞きたい馴れ初めを。カレンはね、うん、とても繊細な女の子だった。だったへえ。過去形？ね、だったなんだね。例えば男子と言い争いになった時、よく女子の代表にされていた。あー、でもカレンちゃんってさ、そういう役だけど本当はそういうのやりたくないんじゃないの？でもみんなの前では強がっていても、実はこっそり。ねえ、実はこっそり何？ちょっとストップ、秘密にしてって言ったじゃん。ねえ、僕カレンちゃん絶対にもっとなんか乙女っていうかさ、そんなに強い女ではない気がするんだけど。はいはい。ミオちゃんの顔が意地悪になってる。まあそんな私を励ましてくれたのがミオでした。それが始まり。あ、そうなんだ。いいな、二人ともっていうか、あれだね、いい関係だね、すごい。あ、喫茶店に行って超良かった。はい、ということで、あ、そうだ、今日は何しようかなじゃないよ、もう占い寝る前にあの見るも何も寝ます。でもこれ寝ても86ね、すごいね。いつかまとまってね、寝ないと大変なことになりそう。見晴らし起点。すいません、ただ単に目に飛び込んでびっくりしただけです。ちょっと興味あるかな。と、占い今週は、健康が超にっこり。じゃあ、なるべく平日にね、寝たくないから、ちょっと運動します。よし。いやー、また90いくな、これ。ん？あ、そういえばもうすぐ、お、嵐さんの誕生日。いや、もちろん買いに行くけど、確か嵐さんもどれだか分かんない組。また消去法で行く？古い楽譜は、クネリンコ。地球儀がタマオさん。イルカはルカ君で大丈夫だった。トラはコウちゃんで、そう、菊の鉢植えかゾウの好みで、残ってるのが嵐さんとニーナ君でさ、正直僕嵐さんは和風だから菊の鉢植えでもいける気がするし、あとほら木彫りのパンダっていうさ過去があるからさ、嵐さんわかんないんだよね。ただニーナくんはさ、まあゾウのコナミちゃんのぬいぐるみはまあ喜ぶかもしれないけど、菊の鉢植えは喜ばないよね多分。って考えると、じゃあコナミがニーナくんで鉢植えが嵐さんかなって思うんだけど、どうでしょうね。え、最後ぐらいいいものを渡してあげたい、嵐さんに。さあどう？あ、嵐さん。ボス、どうしたの？いや、ちょっとね、今日はあの日でしょ。あ、ねえ、またまた。まあな、とぼけたわけじゃねえよ。ね、じゃあはい、これ誕生日プレゼント。でも大丈夫かな、消去法だけど。すげえ。ん？すげえ。
すごい、うん、ちょっと気になってたんだこれ。ちょっと前から。そっか、タイミングはバッチリだよね。バッチリすぎだろう、うん、どうもな。おお、大切に使わせてもらう。お、これはいい感じ。よかった、藤山くん聞いてくれたみたい。ん、大喜びなのかな、それとも普通に普通なのかな。え、ちょっと分かんなかったんだけど、どうだったんだろう。おお、いい感じ。あ、ね、今週はバッチリ頑張ってよね。おう、体育会系。おう、なかなかキレがいいぞ。え、ありがとう。お、ということで、お、今週はちょっと30分ぐらいで終われるかな。ん、何何、いたいた、バンビー、お泊まり会するよ。おっと、今週は目指して30分ぐらいで終われるかなと思ったら、お泊まり会、お泊まり会かい。いつ？今夜、カレンの家で。ですよね。そう、どうする？きっと楽しいよ。楽しいよね。はい、もう私の動画はね、35分超えぐらいがねデフォルトになってきたんで、行く。やった、うん、バンビ愛してる。私も愛してる。楽しみ。うん、楽しみ。じゃまた後で。あ、はい、じゃあね。うん、はい、ということで今日も安定の多分ね35分6分7分ぐらいになるね、これはね。うん、てんてんてん。あ、ね、お待たせ。大丈夫、じゃ直行、ね、相変わらずの直行ね、何の準備もしないけど出発進行。さあ、また豪華なマンションだよね、きっとね。やっぱり素敵な部屋だね、相変わらず。火の打ち所がない。ふふ、さーて、お茶入れよっと。今日はどの茶葉にしようかな。じゃあ今日も一番高い茶葉でお願いします。てんてんてん。ガールズトークもしたいんだけどね。おっと、こんな時間。ほいほい、じゃあ部屋行こっか。あ、じゃあまたあれかな。ミオちゃんはババアのパンティに着替えるのかな。うん、うん、どうでしょう。眼福だね。ねえ、ミオちゃんまた来たんだね、それ。カレン、うん、おじさん臭い。またこんなの着せて。でもさ、毎回着てるからさ、ミオちゃんまんざらでもないんじゃないの。ね、そうとは言っても着るんだな。ねえねえ、ところでバンビー。はいはい、何？今気になってる男子いるの？いる。弱虫ペダルの田所さんです。正直に答えて。はい、ねえ、うん、いる。誰？でね、これでその他の男性だったらさすがに実況として成り立たないんで。こうちゃん、こうちゃんかな。お、こういちくん、彼すっごく変わったよね。でしょ。誰に対してもというわけじゃないみたいね。え、私特別扱いされてるから。だよね。あ、バンビは特別扱いされてるっぽい。実は結構脈あり。ねえ、順調にいってるよね、きっとね、二人の中。それどころじゃない、うん、バンビを狙う野獣。まあこっちは妖怪だからいいんですけど。ねえ、バンビの準備は万全。お、お、このまま行けばもしかして。あれ、ここ違うんじゃない、前と。バンビの準備は万全。あら、なにそれ、うん、バンビを誰かに取られちゃうってこと。やだ、桜井夫人になっちゃう。そうなるかはまだわからない。絶対なってみせます。ねえ、あら、かなり順調ってことかな、今のセリフ。だって、うん、いい時間だし、そろそろ寝よっか。あ、多分ね、またミオちゃんが文句言って、カレンちゃんがね、美容の大敵って怒るんだよね。そうだね、じゃあ寝よ。まだ眠くない。はい、始まった。ダメ、夜更かしは美容のためにも絶対禁止。はい、ね、お決まりのやりとりでした。はーい、はーい。
ねえ、今回はなんかいろんなことが起きたね。はい、ということでね、いい具合に時間もね35分を超えてきたので、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。なんかデートは1回しかなかったけど、なんかすごいいろんなことが起こってなんか楽しかったかも。はい、じゃあね、皆さん1週間後に会いましょう。ではまた。